はい、こんにちは、ジェマです。今回は動画編集アプリキャップカットを使ったエンドロールの作り方第2弾をやっていきたいと思います。本当にありがたいことに、前回アップしているエンドロールの作り方動画っていうのはすごいたくさんの方に見ていただいていて、本当に嬉しい限りです。で、以前アップしている動画の方っていうのはもう半年以上前の動画になりまして、そのアプリ自体もすごい何回もアップデートがされていて、結構ね、使い方が変わったりとか、新たに新機能が加わったりもしておりまして、より簡単にかつクオリティが高く作れる方法っていうのをまた見つけましたので、今回は最新版ということでお届けしていきたいと思います。で、今回のこの動画では、本当に基本となるベースの部分の作り方っていうのをシェアしていきたいと思います。で、次回の動画の方で、そこからさらにアレンジした、3パターンのアレンジ方法っていうのもご紹介する動画をアップしようと思っておりますので、そちらの方もぜひ合わせてチェックしてもらえると嬉しいです。はい、ということで早速ですね、今回作る、シンプルなエンドロールの完成版っていうのがこんな感じになります。こんな感じで本当シンプルに、下から上に名前だったりとか、文字テロップっていうのがスライドして上に上がっていく、スクロールしていくような動画なんですけれども、本当にこれ簡単に作れるようになりましたので、早速編集画面の方に移って一緒にやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。まずキャップカットの画面開いていただいたら、まず新しいプロジェクトを押しましょう。で、この中の最近の項目っていうのは、ご自身の画像フォルダが開くんですけれども、その右にある動画をストックっていう方を押してください。はい、すると一番上の段に白黒って書いた項目の中に、白背景と真ん中黒背景と、一番右が透明の背景っていうのが3つあります。そのうち、真ん中の黒背景っていうのを選択しましょう。はい、でこれで選択して追加ボタンを押します。はい、するとこんな感じで黒のシンプルな背景だけが追加されている状態になります。で、一番最後のこの、広告ですねは、もう選択してもらって、下のゴミ箱マーク削除ボタンを押せば、消すことができます。はい、でまずこの、黒背景っていうのをある程度の長さ後ろまでこんな感じで伸ばしておきましょう。こここんな感じで左上に秒数が出るので、好きな長さですね。後から一応これはまた伸ばすことできますので、今回はちょっと20秒ぐらいに一旦伸ばしておこうと思います。はい、で一番まず先頭に戻っていただいて、ここにバーを合わせた状態で下の段の T テキストというのを押します。はい、でテキストを追加というのを押しましょう。はい、じゃあここにテキスト入力ができますので、お好みのテロップっていうのを入れていきます。はい、で続いてこの真ん中のスタイルっていうところを押してもらって、ここでフォントの設定ですねをしていきます。じゃあ、今回は、こちらのセリフライトというフォントを選んでいきたいと思います。ここはお好みなので好きなものを選択してください。で、下の段で色とか縁取り選ぶことができるんですけれども、今回はシンプルな王道のエンドロールを作っていきますので、このあたりの、アレンジっていうのは一旦なしにしておきます。で、この状態で、右下の部分ですねをタップしながら、拡大縮小してもらったりして、ある程度大きさを決めていきます。でこの時注意するのは、あんまりこんな感じで回転とかをしないように、上ここ0度になるようにしながら縮小していってください。はい、でこれでサイズも調整できたらチェックボタンを押します。はい、じゃあ今ここにテキストクリップっていうのが出てるんですけれども、これ一旦今入れた状態だと3秒しか表示されないんですね。でこれを5秒まで後ろ伸ばしていってください。5秒っていうのが、この0.04 の次のチョボの丸のとこですね。ここまで5秒まで伸ばします。はい、で続いてこちらのテキストクリップもう一度選択していただいて、下の段右にスクロールするとアニメーションっていうのがありますので、アニメーションを押してもらって、ループの中からこちらのスクロールで下から上にですね ABC123 っていうのが上がっていってる、このアニメーションを選択します。はい、でここ一番下の段にこのメモリーですねがありまして、速いから低速っていうのがあるので、最大のこの 5S の5秒にしておいてください。でこれでチェックをつけます。で続いてどんどん次の段のテキストを入れていこうと思うんですけれども、一旦まず最初に入れたこのテキストクリップっていうのを選択していただいて、下の段のコピーを押します。でこのテキストクリップを複製するという感じになります。でここからなんですけれども、今これだと同じテキストの上に同じものが重なっているので特に変わりないんですが、これをね、下の段のテキストクリップを右にちょっとずらすと、こんな感じで少しずれて上がってきます。
で、この感覚もまあお好みっちゃお好みなんですけれども、私は結構このもうちょっとね、ここ画面下の段を、2本指で拡大してもらうと、このさっき2秒4秒6秒だったところから、まあ、3秒とかっていうのが出てきます。 1,2,3 って、はい、でここぐらいにしてもらって、この2秒と3秒の間の 2.5 秒ぐらいのところに移動させると結構いい感じの距離感になるんじゃないかなと思っています。もしまあもうちょっとゆっくり間隔を空けて、次のテキストを出したい場合はもうちょっと後ろにしてもらえれば、結構間が空いて次のテロップが出てくるっていう感じにもできますので、まあ、ここは本当お好みで、次のテキストどれぐらいの間隔で上がってきてほしいかなっていうところに、コピーした方のテキストクリップっていうのを右にずらしていきましょう。はい、じゃあここからは、テキストの内容を変えていきましょう。今先ほど1つ目のサンキューっていうのをコピーしてるので、2つ目のテキストも同じサンキューのままなんですが、これ選択していただいて、下の段のスタイルっていうのを押すと、ここの文字を変更することができますので、まあ、続いて出したい、まあ、名前なり文字っていうのをここに入力していきます。今回は、まあ、大人気のかまど炭治郎って入れて、はい、チェックを押します。じゃあこんな感じで名前が次上がってきます。でまた同じ、ここからは同じ操作の繰り返しになるんですけれども、こちらのテキストクリップ、今2つ目入れたものっていうのをまた下の段のコピーを押していただいて、複製して、続いてまた右にスライドして、ここ上の段に入れましょうか。5秒のところに持ってきます。こう見てもらうと分かりやすいですかね。1つ目のテキストの後ろにくっつく感じでコピーしたものを移動させます。じゃあこの3つ目上がってくるものをまた選択してもらって、スタイルを押してテキストをここまた変えていきます。はい、チェック。これ本当同じ操作の繰り返しです。なのでこれまた選択してコピーして、続いては2段目のこのお尻のところにくっつけるっていう感じで、これを繰り返してどんどん名前とかっていうのを入れていきましょう。はい、じゃあ今ちょっと入れ終わったんですけれども、今回は 1,2,3,4,5,6 個の名前っていうのを入れていきました。するとこんな感じになります。でこの、まあテキストの数によってこの黒背景の長さどれくらい必要かっていうのは変わってくると思いますので、最終地点ですね、ここ最後のテキストが最後来るところに黒背景の長さを調整しておきましょう。ぴったりになるようにしておきます。で今この状態で見ていただくと、まあこれでも悪くはないっちゃ悪くはないんですけれども、若干このスクロールの下から上に上がっていくスクロールのなんか速さがちょっと速いかなと思います。なのでここからさらにですね、これをスローモーションにして、もうちょっとゆっくり下から上に上がってくるような調整をしていきたいと思います。はい、そのためにはまず今作ったこの動画自体を一旦書き出しします。でその時の設定っていうのが今回すごい重要になるんですけれども、ここポイントです。右上の 1080p っていうところを一度押していただくと、こんな感じの設定が出てきます。で今回はこの2段目のフレームレートっていうところが今おそらく30とかになってると思うんですけれども、これを右にずらして一番最大の60フレームに変更しておいてください。でこの60にできたら、右上の矢印ボタン、保存ボタンを押して書き出しをしましょう。じゃあ書き出しできましたので、完了をしてもらって、続いてもう一度別の新しいプロジェクトを作ります。はい、で先ほどと同様に動画をストックの中から黒背景を選択して追加しましょう。でまた広告は選択して削除しておきます。じゃあここからですね、はめ込み合成を押しましょう。ではめ込み合成の追加を押してもらって、先ほど作った動画が一番上に多分来てると思うので、こちらを選択して追加します。はい、じゃあこんな感じで、ちょっとね大きさが小さくなってはめ込み合成されるので、この緑の枠ですねが黒い背景に重なるようにちょっと大きさを調整して、はい、ぴったりになるように調整していきましょう。じゃあこれだと、先ほど作った動画そのものが上に乗っかってるだけなので、特にこのスクロールの速さっていうのはそのままなので、ここからですね、このはめ込み合成した動画の速さっていうのをゆっくりにしていきましょう。じゃあこのはめ込み合成した動画を選択していただいて、下の段の速度を押します。はい、で普通っていう方を押してもらうと、ここで速さを変更することができます。右にずらすと速度が倍速で速くなりますので、左にずらして、0.5×ですね、ここに設定します。すると先ほどのはめ込み合成したテロップが上がっていく動画が、2倍のスローモーションゆっくりの動画になりました。これチェックして確認していきましょう。はい、どうでしょう、こんな感じです。
先ほど下から上に上がっていってた動画に比べるとかなりゆっくりになったんじゃないかなと思います。まあ、上の黒背景がなくってもこのまま進んではいってるんですけれども、なんとなくちょっと気持ち後ろに伸ばしておきます。はい、こんな感じですね。はい、これで完成です。でここから最後まだちょっとポイントになる部分なんですけれども、また先ほどと同様に右上の 1080p を押します。で、まあ、ここからその映像の細かい話をするとかなりちょっと長くなってしまうので、まあ、この動画ではかなりちょっと簡略化してご説明をしていこうと思うんですが、本来、まあ、60フレームの動画っていうのは、まあ、1秒間に60枚の画像でできている動画のことなんですけれども、まあ、最初に作った方の動画っていうのは設定で 60p にして書き出したと思います。なので1秒間に60枚の画像でできている動画として保存したんですけれども、その動画を今回、2倍のスローモーション、まあ、0.5 倍速にしたことによってこう倍になってるんですね。なので1秒間に30枚の画像でできている動画になっているということになります。なので最終この動画を保存書き出しするときっていうのはこの真ん中の30フレームで書き出すっていうのが正しい書き出しの仕方にはなるんですが、私がねこのエンドロールの動画の作り方っていうのをいろんなパターンでちょっと検証した結果ですね、本来であれば30フレームで書き出すべきところをこのように60フレームで書き出した方が最終出来上がった動画のその文字とかのちらつきがすごい抑えられてて、よりクオリティ高く動画が完成しましたので、今回に関してはその映像の細かい話っていうのはもう全く気にせず、60フレームレートに設定をして右上の保存ボタンで、書き出しをしてください。もしねこのフレームレートに関してもうちょっと詳しく知りたいよって方は、過去にこのチャンネルでもフレームレートに関する、詳しい解説をした動画っていうのをアップしてますので、ぜひそちらの方チェックしてもらえたらいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はエンドローの作り方改良版ということで、アプリのアップデートとかに伴ってより簡単にクオリティ高く作れるエンドロールの作り方をご紹介させていただきました。今まで別の方法でエンドロールを作ってたよっていう方もぜひ今回の動画をまた参考にしていただいて、より簡単にエンドロールの動画を作ってもらえたらいいなと思います。ここから一つ宣伝をさせてください。この度ストリートアカデミーという日本最大級の学びのマーケットの方でオンライン講座を定期開催することになりました。まずは編集、動画編集を始めたてとか、まだ慣れてないこれから始めようと思ってる方向けの超初心者向け講座っていうのと、編集っていうのは基本の操作ある程度できているけど、撮影の部分から、編集もさらにステップアップしたいっていう方向けの講座、2つの講座っていうのをご用意しております。これから講座のレパートリーっていうのもいろいろ増やしていきたいなというふうに思ってますので、もしこんな講座してほしいとかっていうのがあれば、ぜひコメント欄の方でリクエストしてもらえるとすごく嬉しいです。概要欄に貼ってある URL の方からサイトに飛んでいただくと初回割引っていうのも適用されますので、もし気になる方はぜひ一度チェックしていただいて、もし受けたいなというふうに思ってもらえた方はぜひ予約をしていただいて、講座の方でもまたお会いできると嬉しいなと思います。今回の動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックの提供でお送りしました。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメントいただけますとすごく励みになります。それではまた次回ですね、エンドロールのアレンジ方法3パターンご紹介する動画もアップしますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。